どうも、後藤定期です。ちょっとペイペイフリマを初めてやってみたんですけど、すごいね、昔ね、俺10年ぐらい前ヤフオクとか結構やってたんですけども、最近全然やってなかったんですが、今日ペイペイフリマやってみて、なんでやったかっていうと、なんか送料無料キャンペーンっていうのやってて、こっちが出品しても送料が無料になると。普通こっちがね、送料払ったり、向こうで払ったりもするんですけれども、その送料がかからない分、買っていただけるチャンスが多いと思ったんで、ちょっとやってみたんですけども、ヤフオクと違ってこう値段を上げたりとか上がっていったりもしないんですが、ある一定の価格で、売って、それをね、フリマで面白いの、フリマで面白かったのが、もうメルカリやったことないんですけど、そのペイペイフリマそういうキャンペーンで一緒でやってみて、例えば5000円で売ってたら、それ4000円でどうですかって向こうがね、買いたい人がね、言ってくれるんですよ。それで僕が良ければ OK みたいな、そういう機能があって面白いなと思ったんですけど、もっと言えば、願わくば、4000円って向こうが言ったら、いや、ちょっと4000円安すぎる、4500円あれだ、4100円、4400円、4300円、じゃあどう、4300円みたいな機能があればいいなと僕は思いました。あともう一つね、すごいなと思ったのは、今まで発送したらこちらの住所も教えなきゃいけなかったし、ヤフオクとかだと、相手の住所も、こう、ね、知ることになるから、そういうね、今、個人情報の時代とかで、プライバシーとかあれなんですけども、それが、本当匿名でできるっていうか、こっちがなんか郵便局に、なんか QR コードかなんか見せて、それをピッて読み取ると、郵便局が俺の個人情報を、把握して、そしたら郵便局が勝手に向こうに送ってくれる、買っていただいた人に送っていただけるみたいな。で、だから、こっちと向こうの、個人情報、名前、住所、電話番号とかは、お互い知らないで郵便局がちゃんと管理するみたいな。だ中継してくれるみたいな感じで、お互い匿名で、発送される。だから本当、唯一知るのは、都道府県名だけ、相手の都道府県名だけ知る。あとは知らないみたいな。あ、そういうことできるんだと思って、本当ね、年々進化してるなと思いました。はい、もしね、興味持った方はね、やってみたらどうかなと思いました。はい、以上です。後藤輝樹でした。